レッドプラネット、星に。大多数の人類が地球汚しまくって将来人類存亡の危機に瀕する可能性が高いから、火星に巻いたモがちゃんと機能してるか見てこいや。と言って火星に向かった元、マトリックスとトップガンの脇役一行、いろいろ事故って火星に不時着するが、クソ雑魚なめくじメンタル軍曹やおバカ AI によってまた一人と命を落とす。頑張って火星サバイバルを超えて地球に帰還するシナリオ。全体を通して低予算ながら頑張った映画の作りや、この手の密室ものにありがちなクソ雑魚なめくじメンタル先輩の配置などご飯を食べるときに暇つぶしに最適な映画に仕上がっております。地球の存亡をかけたミッションに正確に難がある人選をする人族のシステムはさすがのフィクションだと思うのぜ。というのは、リアルだと選ばれる人材はほぼ利他的なチームワーク重視の人材しか選ばれないから、一人しか生き残れない場面だと、ほぼ全員君が生き残れっていう利他的な性格のやつが選ばれるのぜ。それと殺戮者モードをマニュアルでオーバーライドできないプログラムとかってバカなの？死ぬの？ディープな SF 映画は、プログラマーや人事がサボタージュをたしなむ映画となっております。